恋したら、いやそうそう、愛に恋恋早く来い、おって今すぐに来い。ウェルカムトゥ沖縄、メンソーレ沖縄、ハイサイブスーヨ中華の村。今日の沖縄ユンタク放送は、多分調べてませんが、沖縄でも日本でも世界でもない天ぷらかもしれません、沖縄そばかもしれません。特別オーナーが特別メニューを作ってくれました。沖縄そばだけど天ぷらが得意なおそば屋さんなんでね、薬草そば、薬草天ぷらそば、特別に作ってもらいました。どんな味でしょう。そろそろ来るかな。海の青さに空の青、空の青、人情豊かなこの島。おお、美和、お待たせしました。わあ、お薬草天ぷらそば、うわあ、なんか美味しそう、とても見えるかな。昨日もよもぎそば、おとといはよもぎ天ぷら、今日はよもぎそばとよもぎ、よもぎ麺、あの昨日燃やした灰を沈めて沈殿させて水でこのよもぎをね、麺を作ってる。だからよもぎ色で、今日は特別に、これが人気メニューになったらきっとオーナー作ると思うんですけどね、よもぎに、これは生のよもぎ、フレッシュなよもぎで、よもぎ天ぷらで、あと沖縄の薬草、いろんな薬草が入ってます。それを天ぷらにして日本そばのように沖縄そばだけど薬草天ぷらそばを食べてみたいと思います。あくさみような、まあさっさみはうちの部長かい、方言わかんない、あんまり喋れない今日はいつもは元部店にいるんでしょ。はい、名護まで今日は偶然よね。そうです。そしたら沖縄に恋したらって T シャツ着てるからうちのおばちゃんですよっていう、びっくり、この確率すごいよね。本当ですね。これを奇跡の確率と言います。うん、薬草にゴーヤーとかもずくとかなんかいろいろなんか作ってるみたいね。それをトッピングして名付けて薬草沖縄そば、薬草天ぷらそば、はい、すごく簡単にできたもんね、はい、いやー参ったな。美味しい。美味しいですか。ね、沖縄の長寿の健康野菜、薬草が全部そばに入ってるって感じよね。じゃです。初めての新作メニュー、特別メニュー、薬草天ぷらそば、天ぷら沖縄そば、もずくを中心にいろいろ聞いたけど忘れました。薬味が入って、薬草が入って、で感想、食べた感想、正直言って沖縄そばだけ一杯を食べるともうお腹いっぱい満腹っていうのは実はないんですよ。ちょっとなんか腹7分8分ぐらいなんですけどね、初めて満腹感を味わいました。なんせ天ぷらが乗ってますからね、きっとこの反響を見てこれはいけると思ったらオーナー新メニューを作るかもしれません。今日は私は特別に、新メニューとして作っていただきました。ちょっとした心遣い、特別扱いが嬉しかったです。またやさい。
恋したら